はい、こんばんは、オマージュ TV です。オマージュ TV 今回、4度目かな、4度目の放送になります。今回はですね、一人じゃないんですよ、僕。マグアイ3っていう、なんていうの、この同人誌っていうのを紹介させていただきますんで、それをまあとりあえずそうですね、ムービーをさっきちょっとちらっとこの中身が映してるムービーがあるんで、それを流させていただきます。はい、どうぞご覧ください。
はい、どうも、で皆さん今ね見ていただきましたけども、まあこういうね、表紙とか、今回このマグワイという、まあ、こう3年今現在はマグワイ4っていう4つ目を作ってるんですけども、この3年分のやつが今完成して、まあ、販売もなくなったらあるのかな、これも在庫ないやつもないやつあるかな、うんうん、まあ、これとこれちょっと残ってるぐらいかな、これは何でしょうか、うん、まあ、1000円で売ってるんですけど、もう1000円じゃない内容なんでね、まあよかったらもうちょっとだけ残ってるんで買ってください、興味があれば。はい、まあそういうことで、このなんかこうマグワイっていうのをどうやって作ってるかっていうのを、まあちょっとだけね説明させていただきたいんですけども、はい、まあ今回ね、ずっとこの三部作を作ってくれたのは、まあ、椿久美さんっていう方なんですけども、まあ、方っていうのも変なんですけどもはい、笑わないんですけど、はい、椿さんなんですけども、まあちょっと簡単にね、マグワイの趣旨みたいなものをね、はい、説明していただければ。はい、はい、本のページの最初にね、載せさせてもらってはいるんですけども、そうですね、コカラージュじゃなくこっちの方、あ、こっちの方はい、本来マグワイっていうのはね、古い言葉で、まあ、成功を表す言葉にはなるんですが、まあ、それだけじゃなくて、サラダに、さらに、なんていうんですか、上を行く意味で、まあ、エネルギー交流をしていただくっていうところで、その作家さんそれぞれのね、写真を、言ったら、混ぜ合わせて、さらに昇華させていくっていうところが、まあ、お互いをね、尊重し合ってっていうところで、このタイトルになりました。まあ、それをね、うん、まあ、写真でやろうということやんな。はい、うん、で一発目のこれは、まあ、自由っていうかね、うん、おのおのの写真、自分の写真とはっていうテーマでこれを作ったんですけども、これ2個目からテーマがねついて、これは佐賀っていう、うん、2は佐賀で、今回紹介させてもらう3は壮年っていうね、なかなかね、仰々しいテーマなんですけどね、壮年って何でしょうかねまあ思う念って、まあ、そうです、そのままですね、うん、その人の思い、そうやね、うん、それ写真に写るんかっていう話やもんな。そうなんです、うん、どうですか。いや、まあ、うん、なかなか皆さんこの参加者メンバーそれぞれがいろいろ悩みながら、そうやね、想念っていうのは一体何やろうっていうのを考えながら、まあ作ってるんですけど、 それを、まあ、写真にね考えても考えたらダメやからね。そうです、ね、それを写真としてだいたい一人20ページぐらいあるのかな。ありますね、うん、20ページ担当でやってるんですけど、で今回本日の放送は、参加者の森山さんっていう方と大内さんっていう方もそこに来ていただいてるんで、ね、まあ、後から紹介させてもらおうかなって、はい、感じなんですけど、あとはあれね、そのこれを始めたきっかけっていうのは、まあ、その全然これとはちゃうんやけど、やっぱり60年代後半 の、 その中平拓磨とか森山大道さんがやってたそのプロボーグっていう、同人誌があってね、それはこんなことしたらおもろいなっていう話で始まったのがマグワイやったはずやねんけどね、ちょっと違う方向へ行ってるけど、うんうん、だけど表現写真的なもんでね、やってるんですけど、まあでもこれね、なかなかね、僕的にはすごく、まあ、自分へっていうのもないけどね、もんやと思いますよ。こんなことやってるとおれへんしね、はっきり言ってね、儲かってないからね、持ち出しやから儲かるところじゃないやろ、まあ、そうですね、うん、まあ同人誌やからそうですね、まあ、そういうことなんですけどね、はいはい、まあまあいらんことばかり言ってるんですけど、はい、まあこういうことでやっていきたいと思います。とりあえず一人ずつね、ちょっと今回ちょっとずつ説明しておこうかなという感じです。はい、それではですね、これ一人ずつ、参加メンバー一人ずつの、まあ、今回マグワイ3っていうやつの紹介なので、一人ずつちょっと紹介していこうかな、うん、はい、で、まあ一発目がこれ谷、舞泉雄二さんね、舞泉雄二さんっていう方、
この方は32歳。あ、1歳か。今年2歳になるのかな。今年1歳になるのかな。いやいや、2年、2年。今年32歳かな。そうそう。年まで言うの。年はいいじゃん。いや、若いから。まあ、そういうのもあるよ。あの、突っ込んでくれはってね。はいはい。まあ、ちょっと紹介しようかな。舞鶴裕二さん、まあ、男性なんですけれども、はい、まあ、この方の写真ね、僕好きなんですよ。なかなかね、おもろくて、うん、まあ、今回少年なんで、彼は、まあ、こういう写真、うん、ちっちゃい、ね、カメラでバスバス撮るだけなんですけど、動画で見てもらった、うん、一番最初の最初の人ね、うん、これはまあどういう彼は思いの少年、最初ね、彼と打ち合わせしてた時に、これ結構柵をね、取ってしまう言うて、うん、言ってて、で、ちっちゃい頃、彼今せ175ぐらいあるんかな、うん、かね、やけど、すごいちっちゃくて、で、全然行か、みんながパパパパ行くところが行かれへんって、で、高いところも怖かったらしくて、うん、なんか、みんなが行ってしまうのに自分だけ取り残される感になるので、この柵の向こう側が見たいとか、うんうんうん、なんか障害物がある向こう側が見たいっていうので、で、大人になったら、まあ、あのここにもね、あの文章で書いてくれてますけども、だから結構向こう側を撮ってる写真が、これ自然に撮ってまうんやな。そうそう、だからね、うんうん、まあ、ちっちゃいところ時のなんかそういうのが残ってるんかな、うんうん、で、どうしてもそういう何かが隔てられた向こう側をどうしても撮ってしまう、うん、それが自分のなんか、憧れやったりとか、うん、そういう悔しい思いやったりとか、うん、そういうのがなんか残って念となって写真に出てるんじゃないかっていうところから、うん、これらの写真を選んだわけね。そう、うん、今回でも、あの、僕、まあ、みんな好きやけど、うんうん、まあ、最後の声なんかすごいな、面白いな。これはね、裏話があって、なんか全然見えへんブロック塀で、うん、全然見えなくて、うん、ちっちゃい穴開いてて、うん、そこに入れて撮ったこれが撮れたみたいな。そうなの。それはこれはブロックのあれ。そうそうそう。だから見えてないところで撮って撮ったらこれが撮れたっていうのが、そこに期間とわからない。そうなの。期間わからんけど、まあでも。私もこれが一番面白いね。うん、面白いね。僕、うん、最初のやつとこれが好きかな。うん、僕もこれ好きですね。まあ、中野もその。面白いやつあるんやけど、うんうん、で、最後のページがこのね、この辺、そうです、これね、うん、電車内から撮った雪景色と、うん、これ何やったの。これはね、なんかどっかの階段、うん、階段見えてへんし、これを撮りたかったって言ってて、うん、これ窓、これの向こう側やろね、きっと、これ、ま、窓なんかや、そう、窓、うん、で、ここに彼らしくなく、ここにピン合わすと、ここが暗転するからっていうのでちょっと考えてと、うん、でもこれそうやね、これなんかもう絆創膏貼ってみたいな感じだもんな。そう、でもこれはわざとそういうのを狙って撮ったんですって言ってね、本人が言ってました。やっぱりね、そういうなんかこう、まあ、皆さんも写真撮り貼るやろうけど、うん、なんかこうそういう自分では自覚できないものをなんかこう撮ってるような気もするね、うん、まあ、こういうことをやってみると、これまあ約7、8ヶ月こう、ああだこうだ言いながら、ね、頑張ってみんな最後こう仕上げていくんやけど、なかなかこれがね、あのうまいこと、ね、それがなかなか表現できないので苦しんで、うん、もう結局まあそのクオリティの高いものは生まれるんやけど、でもそういうなんやろな、こういうことをするっていうのは僕はもう彼にとってもすごい良かったかなと、うんうん、まあ、彼も言うてるしね、うん、まあ、前住さんの写真ね、あのうちでもうちのメンバー、ギャラリーオマージュのメンバーなんですけども、もうあつ6年目かな、6年目やな、2015年からおるから、うん、彼が一番古いメンバーなんですけど、うん、すごく面白いんで、またあの見に来てあげてください。彼の個展も来年2月かな、うん、ギャラリーオマージュがあるので、はい、なかなか僕は好きな、理解されにくい人ですけど、まあ、面白い写真、面白い写真ですね、うん、独特の視点が、ね、そうですね、唖然とするような写真撮れそうで撮れない、うん、空気感がね、うん、はい、まあ、それでは次行きましょうか、はい、
はい、次の方なんですけども、柴田由里さん、女性の方なんですけど、まあ、彼女ももう1からずっと参加してくれてるかな、うんうん、1、2、3、2、今作ってるようも参加してくれてある女性の方ですね。この人もなんかあれやね、なんかこうトーンがこうしっかり持ってるというか、本人はすごくね芯が強い方なんでね、写真もなんか結構芯が強い気がしますね、僕は見ていてね。まあ、彼女もうちのメンバーでもう4年目かな、テレコンとしちゃうかな、まあ後やないか、僕の1個後やな、2017ぐらいかな。なので、どうですかこれ、彼女と、まあ彼女がプロデュースするんで、全て彼女とその作家とのこう、ね、私と打ち合わせしていただいて、打ち合わせしてっていう、ことなので、なんかありました、この人を感じることは、少年っていうか、まあでも結構根底は同じ感じはするんですけど、柴田さん、そうそうそう、やっぱ強さっていうところはね、どの、まぐわいにも乗ってかってるかなと思いましたけど、まあ、今回この少年の方では、これね、今写真出してくださったんですけど、もうなんか忙しすぎてよろしか写真が撮れないと、ぐらい、まあ、多忙な日々で、なんか、まあ、なんかいろんなものがすり減っていくっていうところに、なんかもう諦めとか、っていう感じのところをね、感じてらしたんですけれども、じゃあそれを写真にっていうことで、で、その、やっぱり写真を撮ってることで、なんかちょっとこう、自分らしさというか、でも、ここにはその、あがいてるっていうね、なんかこう、忙しいとか、そう、ね、だから、その中で、多分これね、全部フラッシュ、ストロボで撮ってらっしゃるんですけれども、ただその、自分の闇の中で、光がポンと当たる瞬間、ということは、その光が欲しいかな。そうね、だからこれが言うたら自分のなんか闇の中、みんな闇あると思いますけどね、そこに希望の光を当ててるっていう意味合いで、今回のこのまとまり、今回よかったね、このなんか好きっていう人多かったですね。そうね、まあ、この最初に冒頭に書かれてるこのお父さんが他界してから3年が経った今っていうね、そこから始まって、老いた母と自分の生活を守ることで精一杯の日常っていうね、彼女頑張りなさいからね、で遅くまで働いて帰り道は、ここにも書いてますけどね、だからもう諦めなあかんのかなって思う自分と、いやでも諦めたくないわっていう自分が、まあ、ここに2つ乗っかってる、闇と光とっていうところで、これは最後の声は何なんですか。これはね、物？物いや違う、ブロック塀を取らはったらしいんですけどね。これブロック塀なの？ガラスの細工のなんかブロック塀の中にポンって埋まってるって、それを状況はわからない写真やね。そうですね、まあ、紙なんだろうなっていうか、なんかこういうのがね、いっぱいね、壁の中に埋まってるのがあるらしくて、いろいろなパターンとか、これはね、なんか俺思うけど、俺って言ってしまってるけど私ですけど、はい、私が言う思うんですけど、想定がすごくいいよ、なんかね、僕は写真もいいけど、このゆみちゃんのやつは想定がすごくいいっていう並びっていうか、めくりのね、そうですね、全体的にええんやけど、僕はこの最初はね、やっぱりね、こうどうしたらいいっていうところで、このもやっとしたやつを、そうです、1枚目に込み開きでね、もうさっき雪が見えん真っ暗やって言ってはったから、これを1枚目に持ってきた。最後はやっぱりゆりさんの、ね、女性性を結構いつもね与えられてるので、まあ、女性らしさならではっていう感じで、で希望の光がより強めに、ちょっと未来が明るくなるといいな、キラキラするといいなっていうのね、こんな感じでこれに
好一点なんでね、うん、もう4も参加されてるんでちょっと今は次も楽しんでないと、うん、はい、はい、次はね森山浩一郎さんですね、はい、森山さんは今回のここにたまたま来たたまたまいたたまたま来てくれたんで、うんうん、なのでまあちょっとあの紹介がてら参加していただいたんですけどね、はい、はい、森山さんこの壮年っていうのは、はい、どういう壮年なんですかね。これ壮年というか、まあ、基本的にいうか、うん、まあ、あの写真撮る上に今どういうふうに考えてるかっていうんで、まあ多分マグワイの位置と同じ感じかなと僕は思ったんですよね。自分に撮って写真、まあ、自分で写真とはっていうことやな、うん、結構あのマグワイ位置を参考にはさせてもらいました。参考してないんそうなんや、位置からのほんなら読者やねん。そうそうです、うん、こういう感じやね。だから、ね、うん、これだから要は子供目線ってやつやんな。あ、でもこの塊のコンセプトは子供のようにと、そうやな、なかなか難しいな。なかなかしんどかったですね。これ苦しいんだもんな。最初にね、この1枚だけは OK もらって、あと全部ダメって言われた。何回もダメだけどな。これ1枚はいけるけど、あとは全然違うって言いました。なんか厳しいからね。まあ厳しいからこのクオリティということを、ね、ね、妥協がないっていうか。かなり苦しみました。そう、何回も一番多分見せてもらったんちゃうかな。そうやね。うん、そう、これどう、これどうって結構持ってきてくれた。森山君もスリーカーやな。僕はスリーカーです。でも これもな、面白いな、これ不気味やよね、不思議な、うん、これ鉛筆やろ、これ鉛筆ですね、うん、鉛筆なんで鉛筆立っとんねんって感じ。そうやな、これ大きい鉛筆ね、うん、大きいですよ。身長が高いぐらいの鉛筆。うん、何するもんなんやろ、これよくわかんないですね。まあ子供ってまあよくわからんもん、よくわからんように撮ってしまうから、まあ、その辺のなんかニュアンスなのかもしれないけど、うん、まあ一応、まあ、僕は写真始めて5、6年ですかね、まだ、うんうん、でまあ、最初はやっぱポートレートを撮って、うん、こう SNS に上げて いいねもらったみたいな。なかなか生きとった、ね、最初はスタートはそれだったけどなかなか生きとったもんね、うん、2回も言われてまあ途中でね、やっぱちょっと考えも変わって、こういう写真じゃないのが撮りたいなっていう。そうそう、ったところで2年前にね、オマージュの写真学校に1年間変えてくれはって、はい、あれでだいぶガラッと変わりましたね、うんうんうん、今回はそのやっぱり写真のテクニックとか、うん、そういうのをみんな捨てて、うん、もう純粋に撮るっていうだけっていうのを考えたんで、うんうん、その純粋っていうのがその子供、うん、そう、子供みたいに撮りたいなということで。なかなか難しいよな。難しいですよ。だからあの別にノーファインダーで撮りゃいいっちゅうもんでもないんで、ファインダー入れてわざとずらすみたいなことを、うん、ずっとやっていったんです。いや、作為っていうのはなんかこうもそこに作為持ってきていいのかどうかも分からへんし子供って一体何やねん。自分も子供やったんやけど、やっぱりみんな汚れていくからね、うん、もういろんなもん考えてしまうから。そうやな、うん、もう僕の辺好きかな、うん、これが一番好きかな、うん、そうだから子供目線になって、うん、ちっちゃい時に見えたような視界を意識してみたら、久美さんにはあの短パン履いて虫かごを取って歩いてこいってそれまたちゃうやんな。それ写真って関係ないよ。まあそういうわけの気持ちになれるんで。言われましたよ。虫かごと網と思って歩いてた。なかなか厳しいけど、いやもう彼も本気やから、うん、まあ本気やからええんやと思う。言いました、うん、ね、ええー、よってまたね、あの4号も、ね、はい、今また4やってるんですけど ね、なかなかこれがね、これがまた難しいですね。座礁ばっかりしてるから、ね、うん、まあ、そういうことでまたあの4も楽しみにしてます、はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お次の方はあの大内康史さんですね。はい、はい、まあ、このような方ですけど、大内康史です。よろしくお願いします。
まあ、彼もギャラリーオマージュのメンバーなんですけども、まあ、あの特化してるのかな。いや、別に特化してるわけではない。僕大好きなんです。力のある、もう力のある写真を撮れる方ですね。でも今回、大石さんのそうめんなんですけども、はい、うん、それはどういうことなんですか。そのえって言われても変わるんですよ。すみません。私的には。そのいやですね、例えば、もっと大きい声で。そうなんです、近所の話聞きます。ボソボソって。すみません。おじいさんじゃない。頑張ってください。すみません。そうね、まあ、要するに、まあ、毎日さ、まあ、一応サラリーマンなんです、真面目な、うんうん、で毎日同じような生活してて面白くないな、うん、でやっぱりその元日常から離れてパッとしたことやりたいな、うん、なんかおもろいことないかな、なんかそういうなんで写真撮ってる。それから写真のきっかけない。そうです。うーん、でもなんか大内さんの写真ってさ、僕思うけど撮るもんはな、撮るもんは皆さん撮ってるものかもしれない。動物園行ったり、うん、フレーミングとかその瞬間がなちょっとちゃうねんな。いやでも自衛隊撮られねえやん。いや、まあ、自衛隊撮られねえけどでもこういう感じでね、うん、そう、でもいい表情やねん、動物も。そうそうそう、生きてる感っていうか、まあ、ここでさ、大内さんのそうめんとは一体何なのかっていうね、うん、こういうなんか大砲爆発してるやつ何の関係があんねんっていう、まあ、そこらがこう彼のなんかこう非日常です。非日常やな、ダイナミックなとこやもんな。でこういうなんか自衛隊みたいなね、はい、好きなんです。好きなんです。もうなんか彼の場合あんまりそのややこしく考えない、ね、そうシンプルシンプルやもん、うん、で結構ね彼はその真面目に写真を撮りはる人なんで、うん、そうそう、だからそれがその僕はこの写真にも出てるし、うんうん、なんかこう彼の考え方っていうのがすごくこの真具合に実は反映されてると思いますね。これ気に入ってる。これ気に入ってるらしいですよ。このラクダ。うラクダ象です。あ、どうか。俺これしか見えない。そうですね、こういうね、ここを気に入ってはるみたいです、ね、あ、これもいいですね。これも気に入ってますね。そのワオキツネだろう。これを最後に持ってきたっていうね。まあ、これはそのまあ椿さんが想定されたわけやねんけど、これはどうなんですか、このどうなんですか、大内さんの魅力を出すためのもちろんです、うん、ありがとうございます、うん、これはね、もうこれはトークを見据えてね、飛び道具やからね。飛び道具の連続やからね。そうですね。ようみたいなのが白目っぽいしね。そう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 。もうこれはすごい。これこそ最後のお家って感じでした。これは何なんか、この動物は。ワオキツネザル。ワオキツネザルじゃん。別にその動物写真家じゃないわけでしょ。あ、じゃないです。ただまあ日常以外のところでなんか面白いもの撮りたいな。うんうんうん。うん、ね、年パスは買うたんでしたっけ。あ、この時の年パスは買ってないんですけど、あ、まあ、別の動物っていうのは買いました。まあその話いいんですけど確かにその話だな。どうでもいいです。その話はどうでもいい。君が降るからですから、はい、まあこの僕は今回もこれの面白さは、うん、やっぱりそのなんかこう抜けてる抜け感っていうかな、うん、こうみんな、まあ、僕も含めてみんなそれぞれ考えるじゃないですか。そうねんっていうテーマを与えられた時に考えて、そうねんって一体何だろうって、まあ大内さんも考えはったんやけど、なんかそれを取っ払ったなんかこう抜け感っていうかさ、うん、別にそのなんかこう格好をつけようとかそういうのあって、もうほんまこれあなた自身やもんね。ね、そうだから、もう自分が楽しむために撮るとか、ああそうです、まあ、撮るからが撮るのが楽しいから撮ってますとか、それはそうね、もうシンプルな、そうそう、すごいシンプルやもん、うんうん、そこがまあ、良さやと思いますわ。そうそうそう、大内さんの人がどうこうじゃなくて自分がっていうところがやっぱ強いね。そうそう、強いよな、うん、みんなこう人にどう見られたいとかね、そうそう、見られようかとかこう、なんか庶民は考えるからね、うん、好きなもん好き、ええもんはええねんっていうところのね、そうそう、潔さがね、うん、多分ここに出てるね。写真もええからな、うん、これ撮らないよ、うん、なかなか、うん、僕動物園でもこれも撮らないから、ね、これも撮
おられる、うん、ねえ、そこが魅力やな。なんでこんなとこに出会わすんかっていう。何時間待っとんの。これだいぶ待ちました。あ、まあこれイベントなんで、うん、まあまあ今から出るよっていう、うん、並びましたよ。並びました。場所取りには並びました。あ、やっぱり時間かかってますよね。朝からね。まあ、これ読むも楽しみやね。あ、今撮ってくれてあるし、今制作中なんで、ね、来年の、今年より大体決まって2月発売かな、はい。今日どうもありがとうございました。はい、次はですね、谷口正彦さんですね、はい、はい、谷口さんは3からかな、2からか、はい、2から参加されてるんですけども、今回、まあ、彼のそうめんって一体 何やったのかな、これね。一番のね、うん、キーワードが、うん、自由になりたい。まあ、みんな思ってるけどな。うん、なんで自由になりたいかっていうことやな、だからな。まあね、なんかいろいろ、いろいろ閉塞感に見舞われて、ここにもね、書いてますけれどもね、うん、あのやっぱり自由に、なんか、なりたいなって、身も心もみたいなことを言うてはりました。で、その中で、その水、うん、っていうところに、まあ、着目しはって、その、まあ、全部水にね、関連するようなところになるんですけれども、あの水って H2O って、うん、彼はノートにめっちゃ書いてはったんですけれども、あのこう湯気になって、で、また雨になって、水になって、川流れて、また蒸発してって、そういうサイクル。まあ、氷になってね。そう、氷にもなったりとかね。固形、気体、液体でもなるよね。そうです、そうです。だからそういう姿を変えて、いろんなところに行ける、うん、っていうので、まあ、自由やなの。それの、まあ。これ、淀んでるっていうことやね。そうです。彼の気持ちの中、淀んでるとか。で、一応、うん、この想定は、そのリアルな生活の部分と、うん、そのちょっと離れた部分っていうので2つ組み合わせてるんです、うん、だからこっちのページが生活部分、うん、こっちがちょっと、うん、あ、そういう、そういう想定をしてます、ね、はい、だからこう生活のコースね、うんうん、夜間とね、うん、そうそう、池とか、その対比で、まあね、ちょっと分かりにくいかと思いますけれども、うん、一応全部生活と、うん、その自由になりたい先みたいな、イメージ的な写真っていうところを合わせて選んでます。まあ、それをまあ自分の想念を、まあ、水っていう H2O に、そうです、そうです、いろんな形の水、ね、まあ、表現、H2O とその生活の部分とっていう形で、彼のね、なんか魅力はあれやね、なんかこう、多分この自由になりたいっていうのは自由になれないんですよ、彼自身が多分、うんうん、それはなぜか言ったら、まあ、僕らも見ましたけど、やっぱりカッコつけたりさ、うん、なんかよく見られたいとか、そういうのって人間、まあそのサラみたいなもんじゃないじゃないですか、はい、だからその中でその自由に、うん、だから例えば今排泄、採血したいのに排泄したらかっこ悪いとかね、うん、なんかそういう僕独特の僕独特の発想なんで、まあ、なんかそういうなんかこうやっぱりその人目を気にするとかね、うんうん、気にしすぎるっていうのかな、まあ、彼はちょっとね気にしてはるかもしれない。そうそうそう、うん、だからこうそういう絵かっこしいの自分から解放されたいっていう、うん、うん、多分そういうふうな感じで思ってるんちゃうかな。この間喋った時はなんかちらっとそんなふうにも言ってはりました、ね、そんな感じで僕は、この当時ではなくてね、うん、でもね、その本人も思ってるっていう、うん、なんか僕はこれを見てそう感じるな、まあ、でもその水に表すっていうのは僕今回良かったかなと思ったりする、うんうん、発想は面白いですよね、うん、発想は面白いね、いろいろ形が変わるっていう、文章がね、うん、あの書いてるのが、まあ、どんな私も全て私って、うんうん、形を変えても、うんうん、まあ、全部私ですよってことで、うん、まあ、こういう嫌な気持ちは水に流そうとかね、うんうん、
ていうので文章を締めくくってはるんですけれども、気の向くまま流れていこうという、もう自分の願いやなこれな、うん、だからまあまあそうねんやからね、まあまあまあそうそうそうですね、自分の希望やねこれな、うんうん、まさにですね、うん、まあ面白いね、間具合にはいい感じになっちゃうかなと思うんです。最初ね、なんかやっぱり写真を持ってきてくださった時にはなんかもうほんまに水に関連するいろんなものを持ってきてくださってて、うん、H2O ですみたいな幅が広すぎます。そうそう、だからそうなると水を表したいのかあなたの層で表したいのか分かんないから、もう少しちょっと絞めて、今の生活が自由じゃないって思うやったら生活の水を取ってきてくださいっていうことで、うん、でこっち生活の水、うんうん、最初はそんな少なかったんですか、うん、こんな感じ、うん、こんな感じの、完全にカッコつけてそう、なんかガリッとしたやつ、ガリッとしたやつとかコントラストガリッとかね、そういうね、なるほど、うん、で、なんていうの、川の流れがボワーってなってるのとか、あもうこれやったらこればっかりとか、うん、なんかそんな感じのばっかり多かったから、それを十何ページはちょっと厳しいのでって言ってあじゃあそこからそのやり取りをして最終こうなっていく、そう、生活の中で閉塞感あるんで生活をまず取ったらいいんじゃないですかっていう話で、でそこからは自由な水を出したらっていう、今回彼もまあ頑張ってるな、うん、うん、面白いと思います、うん、結構枚数いつも持ってきてくださる、枚数はね、そう、そう、まあそんな感じで、はい、太陽さんの想念は水ということで、はいはい、いや、はい、水じゃない、自由になりたいです、はい映ってるものが、そうです、それがまあまあ伏線のね、はい、うん、キーワードは自由になりたいなと、はい、ごめんなさい、はい、はい、ってまま、はい、お次は、寺田智也さんですね、はいはい、寺田智也さんの、まあ、想念っていうテーマの写真なんですけども、はい、これはどういう、今回どういうそのなんか意味っていうか、余白っていうことを、あのここ何年か考えながら写真で何かできないかなっていうことを思いながら撮ってるんですけれども、余白っていうのは何なの、それはなんかわびさびとかそっちがなの、そうですね、だから行間を読めとかそういうやつですか、その辺ですね、要はなかなか難しいな、要は映らないところですね、あちゃだから見えてる以外の部分、映らないものを写真で撮るっていうなかなかね、はい、その写らないものって実際写真って写るものじゃないですか、はい、そうです、それに愛にしてるけど、はい、写らないっていうのは自分の、はい、このなんかこう頭の中、気持ちの中のものなんですか、そうですね、なんか見えてる以外のことを何か感じるような写真にならないかなというのを考えながら、うん、なるほど、はい、うん、まあ、最近やった個展でもそうなんですけど、同じテーマ性は、はい、そうです、そうです、うん、そこはもう一貫してここ2、3、このお前で TV の前の放送やもんね、あ、そうですね、うん、はい、そこはまあ強く持ちながら、うんうんうん、写真を撮るようにはしてます、まあ、ただ最近でもこういうね、なんていうの、空間を撮るっていうか気配を撮るっていうか、ね、はい、そういう写真多いですもんね、そうですね、寺田さんね、そうですね、うん、見えてない何かまあ空気というか、うんうんうん、少しでも感じられたら面白いなぁと自分では思いながら撮ってますね、うん、これ中垣さん、この想定に何かこういろいろ意味はあったんですか、いや意味はないです、意味はないですか、もう感じたままなんですどういうこと、どういうことですか余白、空気感の移り変わりみたいな、私にしか多分分かんないんですけど、その心地よい空気の流れ、空間の移り変わりっていう感じで並べました。このね、中ページがこうね、その何枚かかな、これ9枚かな、はい、9枚でこう決めてはるんやけど、うん、うん、
これも話し合いの中で、うん、あ、お二人の話し合い、そうですね、はい、これ直前に変わりましたね。そうですね、ここが変わったところかな、うんうんうん、こういう写真もね、こう、そう、逆にこういう写真は分かりやすい、うん、うん、確かにこれは結構分かりやすい写真やつ、分かりやすい、うん、いや、分かりやすいのも入れた方が、すべてがちょっと曖昧だと、うん、あまりにもぼやけてきてしまうので、うんうん、まあ、でも写真的に言えば僕はそのあなたの今回の写真は、はい、あなたじゃなくて寺田さんの今回の写真はかっこいいと思うよ。ありがとうございます。これはすごくデザイン的な、このね、このフレーミングというか構図が全部分かる方少ないかな、うん、こういうのって別に撮らんでもええもんやねんけど、確かにこういう空間にしてしまうっていうその写真の潜在能力っていうか、うん、それをちゃんと使ってるなって僕は思います、うんうん、そう、まあ、これなんかも分かりやすい。さっきも見せてましたけど、はい、さっき言うたこと忘れるよ。まあ何気ないところから何かそういう写真かっこいいな、こういう、うん、これはあの後ろ拍子に全体にこのタイル生地にさっきタイル生地になっちゃってるけど、ね、これね、これ、うん、このバッグに、あ、これ素敵やわ思って、うん、お風呂屋さんのタイルみたいになってるけど、その写真を使いました、はい、まあ、だから、じゃあその想念っていうのはやっぱりそのなんかこう探しちゃうんかな、自分を どうなの、そういうのは自分を探す、探す、だからこういうことじゃないの、こう何を探してんのかっていうことじゃないですか、空間を取るっていうのは、うん、別にそのなんかこう何そのかっこいい写真撮りたいわけじゃないから、そうですね、それは、うん、そういう意識はほぼほぼ今思ってない、こういう空間ってやっぱりその死写真か死空間なんでね、うんうんうん、自分にしかこう分からない、うんうん、そのフレーミングというか空間を、うんうんうん、まあ、写真として撮るわけだから、まあ自分が見た時にそこしか見えてない写真ってあんま面白くなくて、うんうん、あ、そのこの写真の余白、こっち側が見えるとか、そういうことやな、それが自分のその基準になってるかな、うんうん、そういうのがなんとなく自分で撮れたと思った時にすごい気持ちいいんですよね、うん、なんかちょっとズーミンのように似てるかもね、その向こう側を撮りたい、ズーミン分かりません、前澄さんの、ね、その向こう側が見てみたいとか、この奥どうなってるんやろとか、なんかその辺の感覚は近いかもしれないですね、まあ、寺田さんもね、もうファーストから、そうですね、1号から出てはるよね、はい、やらせてもらってます、うん、どうですか、今回、マグアイを3回もやったという、この、まあ、これ、うん、デザインの、そうグラフィックに起こしてくださってのも、そうだ、デザイナーや、そう、デザイナー、そうなんです、仕事柄、はい広告とかを作ってる、広告とかパンフレットとかは日々作ってるんで、まあ、こういう本にするのは仕事からできるというところで、町田さんが椿さんのそう無茶ぶりを聞いてくださって、これはもっとこうしてください言って、このものに仕上げてください、ね、ものになるとやっぱりこう形残るっていうのは、最後ね、手書きのラフをめっちゃ送りつけて毎回そのやり取りは楽しかったりしますけどだんだん形ができていく、ね、あの感じが、ね、これになったって、うん、ね、嬉しいですよね、4も楽しみにしますわ、うん、そうですね、うん、4がまだ難しいんですけど、ね、ハードル高いけどね、皆さん今悩んでますけどね、はい、まあ、楽しみにしてください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後はあの石黒耕作さんの想念、インスパイア、うん、まあ想念とはインスパイアっていうか、まあそう、まあインスパイアっていうのはまた想念とは違うような感じなんやけど、うん、なんか僕らが今見てるもん、見て人間はその反射でここで感じるというか、考えるんじゃなくて感じるじゃないですか、うんうん、なんかそれが僕はその自分が写真撮ってる時になんかこう撮らされてる感っていうかね、うん、だからその何やろうか、こう過去からなんか別にスピリチュアルとかじゃなくて、なんかこう過去からなんかこう撮されてるような感じがすごいする時があるから、
ああなんかこう写真ってそういうことなんやろうなと思って、まあ、あの写真とはもう自分の想念の塊なんやろうなという形で、まあ、今回、まあ、それが大きな題なんですけども、まあ、こういうねこれ私 の、 あの祖母の写真なんですけどね、まあ、うちの親父が撮った、祖母の写真なんですけども、まあ、おばあちゃんはねこれねなんか25,000ぐらいかな25,000ぐらいの、まあ、その新興宗教というかそういうの、まあ、会長というか、まあ、創始者やったんですわ。で、まあ、そこのなんかこう、まあ、御曹司いうかな初孫になるんかなに育って、まあ、おんば日傘でなんか裕福な生活を20歳ぐらいまでさせてもらってたんで、うん、まあ、それがこんな人間にしたのかもしれないんですけども、はい、でまあそのそういうことがなんかこうやっぱり環境とか年代とかね性別とかそのいろんな経験とかねいろんなものが左右して世の中っていうのはそのイメージがそれぞれにこう何やろな、うん、拡散じゃないけどなんかこう写真を通してなんかその人のイメージをそのA さんのイメージを B さんが見てまたそのいろいろ変わっていくわけじゃないですか、うん、その人のこの辺の部分で変わるんかな、まあ、見た人の持ち味でも変わるでしょうね、うん、でまあそれだけのもんやねんけどどの写真が一番なんか自分の中で象徴的ですか、まあ、これかなそれ、うん、あそうだよね、まあ、その強いて言えばだからまあもうこれもそうかな、これもそう、最後のやつと、うん、最後はその、最後これね、うん、そうこれがそのうちの自宅 の、 その仏前か仏壇に飾っているこの何ていうの掛け軸、うん、これだからおばあちゃんが描いたいの。あ、そうね、うん、うちのこのさっきの写真のおばあちゃんが描いたやつなんですけども、毎朝これに水をかえて、お花に水をかえて、毎日ルーティーンをやってるんですけどね、うん、うん、なんか写真ってそのなんかこう、いい悪いってこんなもんもうわけわからん写真ですやん、失敗写真やしこれもなんかちょん切れ写真なんやけど、でもなんかそこに僕は一つのその人ならではのイメージがあるんちゃうかなって、そうなんか思うものがあって撮ってるわけからね、そう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 、それはまあ失敗だろう、ちゃんと写ってよう前がなんかこうそういう、まあ、これが僕は一番そうなのこれあなたやなこれすごい、いや今これは僕覚えてないんだこれ、あ私も覚えてない、全然お二人とも覚えてなくて、ほんでまあ想念のためにその過去の10年以上前のライブラリーを見てたら、うん、これこれ状況がよくわからない写真ですね。でも見た瞬間これ私やなと思ったんでそこは分かったわけですよね。そう、分かる、なんかこれパッと見て知らない人はなんか分かれへんよ、なんですかこれ、顔にも見えないし、この間言ってはったね、うん、これなんですか、不思議な感じですよねこれね、うん、先生言ってました、ね、あ言ってました言ってました、だからこれがでもそもそもの写真ではないのかっていう、なるほど ねなんかこうあるものを皆さんに伝わるように分かるように記録するのも写真の能力かもしれへんけど、まあ、詩的な写真ね、そうそう、こういうねなんかこう自分でも得体の知れないものっていうのはやっぱり人間どっかにあるわけよ、うん、その写真まあ関係ないこと言うけど、うん、そうそうそう、なんかこう やっちまうことってあるわけやんか、あ俺ってこんなことを考えるんやとか、うん、こんなにここは自由やからね、そうそう、こんなに俺はだらしないんやとかこういろいろ思うわけだから、あ、なんでいいじゃないのっていう、うん、なんかこうそういう、これはまあ僕は写真が好きなんでね、うん、こういう写真も好きなんですよ僕は、うん、こういう綺麗な写真綺麗かどうかわからへんけど綺麗かどうかはね、こう客観的な、うん、まあ、そういうことでね、あもう今回はね面白かったですね、うん、それをだから要するにその写真っていうのは自分のなんかこう DNA みたいなものなんでね、うん、もっともっと皆さんあのパッパッパッパ自分の子供を作るように撮って表現していったらいいと思いますよ、うん、そうですね、うん、まあ
思いますよ、言って、なんか変な写真持ってこられても困るけど。いや、でもその人にとっては変な写真じゃないかもしれない。まあ、そうやんけどね、うん、まあ、言うたもん勝ち、まあ、そうね、的に言うとね、まあ、そう思いが乗っかって、うん、これセレクトは、その椿さんと結構やり取りはあったんですか。いや、これはね、ほとんど僕最初聞いてみたもんな。そんなに枚数なかったもんな。そう、最初僕が持って、彼女が持っていったのは、うん、うん、ほんまにもうほぼ一発決めで、一発決めで、そこからあまりこう変更は五六十枚あったんや。フォルダーに、そう、五六十枚あって、うん、じゃあその中から半分に減らしてください、うん、で減らしてもらったやつと元のやつと見比べて、でこれをテキスト見せてもらって、うん、じゃあこれにしましょう、うん、これにしましょう、結構早かったな。並びはお二人で。いや、私はもう、ああ、もう僕は一切、そうだから、加わらず、じゃあもう椿さんの方で並びは、これだけ一枚もの横一、うん、あとは縦写真を左右で2枚組み、ね、これ1枚に見えるけど、これね、すごく面白いですよ ね1枚もに見えるけど、それは別々の写真なんですよね。これはストリップ劇場で、うん、これは雑草やからね。そう、面白いイメージですよね、これ。で昔ね、僕も20年ぐらい前この写真ばっかり撮ってたからな。あ、今あんまこんなん撮れへんね。こう、調子こいてた時代。生きてた生きてた。かっこいい空気感、かっこいいものじゃなくて、かっこいい空気感を撮りたかった。でもこれ好きですね、うん、だからいいカメラ使ってないよ、これ。ハーフサイドカメラパチパチって撮ったら撮るやつだけ。これもね、雰囲気的にちょっと一枚もの、うん、面白いですよね、その、うん、これあなたの足やね、うちの汚い庭と。そう、私の足やね。これもな、なんで撮ったか分からへんねん。記憶にあんねんけど、これレンジファインダーで撮ったんや。すごい印象的なね、うん、構図というか、この靴の上に足置くのをためらったのは覚えてる。あ、ボロボロでこうみたいな。いやいや、こうみたいな。私、いやいや、まあ、なかなかちょっと長くなりましたね。早く終わりたいです。はい、まあ、そういうことでね、まあ、今回そうね、紹介させてもらいました。はい、まあ、僕も、フォーにも参加してますんで、まだ楽しみにしてください。はい、はい、それではエンディングに参りましょうかね。はい、はい、このままでいきます。はい、はい、まあ、今回、寺田智也さんと、椿久美さん、私石黒耕作で、あの森山浩一郎さん、大内康さんね、ゲストにみーちゃんと来てくれてはるんでね、はい、まあ、今回結構あの大勢のスタッフで、いつもこうやって3人か2人でこうベラベラ寂しく喋ってるんやけど、まあ、今回こうギャラリーで見てくれてはるんで、まあまあちょっと違うかなっていう、はい、感じがあります。はい、まああのマグワイ4は、来年2月に発売され、個展じゃなくてマグワイ展も来年2月にあります。はい、でまだこの、2と3がちょっと余ってるのかな、1000円なんですけどね、一回あの見てやろうじゃないかという方、どうぞギャラリーオマージュまで連絡ください。はい、まあ、早いもん勝ちなんでね、すぐなくなりますよ。はい、よろしくお願いします。それでは、オマージュ TV マグワイの紹介の巻、いいですか。はい、はい、終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。